沢田圭介は、愛媛県松山市出身のプロ野球選手。宇藤左田。オリックスバファローズ所属。松山市立江原小学校在学中に、トベリトルで、軟式野球を始めると、同市立九谷中学校への進学後は、愛媛西シニアに所属した。愛媛西シニアのエースとして出場した大会を、大阪東陰高校公式野球部監督の西谷。 高一が視察したことをきっかけに自身の意思で同行へ進学。3年時にはエース藤浪慎太郎に次ぐ背番号10の2番手投手として藤波や一学年下の森友成などと共に甲子園球場の全国大会で春夏連覇を経験した。夏の大阪大会では本調子でなかった藤波を高級園で支え続けながらチームの全国大会出場に貢献。 9番、投手として先発した全国大会の3回戦では、熊本代表の最最高高校打声を相手にに、失点の関東勝利を挙げるとともに、打者としても本塁打も記録している。大阪桐蔭高校で春夏制覇を達成した後は、プロ志望届を提出せずに、立教大学へ進学した。進学後は、1年次の春から東京六大学野球の、 リーグ戦に登板すると、主に先発投手として活躍。2年時の周期リーグ戦では、通算65イニングを投げて、6関東、防御率1.11、リーグトップの5勝を記録した。3年時には、春季リーグの開幕戦で、関東勝利を記録。夏には、第28回ユニバーシアード競技大会の日本代表に選出されて優勝に貢献し、 金メダルを獲得した。4年次には首相を経験し、同部の投手が首相を兼務した事例は2002年の上里市以来であった。在学中には東京六大学野球のリーグ戦に通算69試合の当番で22勝16敗、防御率2.24、225奪三振という成績を残した。また、 通算投球回と通算勝利数はいずれも当時の現役投手で最も多かった。大学の同期には田村一郎と田中和元がいる。大学4年生だった2016年の秋にプロ志望届を日本学生野球協会へ提出したことを背景に同年の NPB ドラフト会議でオリックスバファーローズから8巡目で指名。契約金2000万円。 年俸700万円という条件で入団した。背番号は49。このドラフト会議では、田村も埼玉西武ライオンズからの6巡目指名を経て入団している。2017年には、同期入団の山岡康介、黒木優太、小林啓介と共に、春季キャンプを1軍でスタート。一時は2軍キャンプへ回ったが、金田和幸の故障で1軍へ昇格した、キャンプ終盤から、 対外試合で高騰を見せた。ワールドベースボール、クラシック開幕直前の3月5日には、オリックスと日本代表の強化試合に、救援投手として6回表から登板。日本代表の先発だった藤波が2回に失点で、降板した後に、マウンドへ上がったため、藤波との投げ合いは実現しなかったものの、2イニングを投げて、日本代表打線を1アンダム失点に抑えた。 オープン戦でも、9円で登板した5試合を無失点でしのぎ、チームの新人選手からは、黒木と共に開幕1軍入りを果たした。3月31日には、東北楽天ゴールデンイーグルスとの開幕戦で、9円投手として1軍公式戦にデビュー。4から4の同点で登板した延長を11回表に、カルロス・ペゲーロにバックスクリーンへ2点本塁打を、被弾し、 チームがそのまま4から6で敗れたため、沢田が敗戦投手になった。チームはこの敗戦で開幕戦6連敗を喫したものの、一軍監督の福田純一は、試合後によく粘ったんじゃないか。マウンドさばきも大丈夫。本類だの後はきっちり抑えてくれたとコメント。翌4月1日の同カードでも9円登板で3、失点を喫したが、 レギュラーシーズンの序盤は中継ぎ投手として1軍公式戦での登板を重ねた。その後は1軍と2軍を2度往復しながらウエスタンリーグの公式戦で先発登板も経験。10月6日には福岡ソフトバンクホークスの本拠地福岡や福岡、ドームにおけるレギュラーシーズン最終戦で延長12回裏に登板したが、 代打の吉村祐希にさよなら本塁打を打たれて、シーズン2敗目を喫した。一軍公式戦には、オール9円で13試合に登板したが、初勝利を挙げるまでに至らなかった。2018年には、前年に続いて、公式戦の開幕から一軍の中継ぎ要員に起用。ビハインドの展開での登板が中心で、シーズン初登板からの9試合連続無失点を経て、5月4日の、 対ソフトバンク戦で8回裏を三者凡退に抑えて、一軍公式戦初勝利を挙げた。一軍公式戦全体では、47試合の登板で5勝無敗、8ホールド、防御率2.54を記録。シーズン終了後の契約交渉では、チームの勝利につながるピッチングが前年より多く見られたという評価を背景に、推定年俸2600万円という条件で、 契約を公開した。2019年には、勝利の方程式を担うセットアッパーとして、一軍公式戦の開幕から22試合に登板。2勝2敗15ホールドを記録したが、5月末に右第5中手骨基部を骨折したため、6月1日付で出場選手登録を抹消された。8月下旬日一軍へ復帰したものの、6試合の 当番で2ホールドを上げただけでシーズンを終了。通算の防御率は4.85ながら、シーズンの終了後に、推定年俸2700万円という条件で、契約を公開した。2020年には、右肘内側の側副人体に炎症が生じたため、レギュラーシーズン中の9月に戦線を離脱。一軍公式戦全体では22試合に当番したものの、前年に続いて、 故障の影響で本領を十分に発揮できず、2敗を喫しただけに終わった。球団は、上記の成績を、チームの勝利に対する貢献度が低いとして、シーズン終了後の契約交渉で、NPB が野球協約で定めている年俸の減額制限に、近い減俸を沢田に提示。沢田は、この提示を保留した上で、ホールド、救援勝利、ホールドポイント、 西部などの成績と連動した出来高条項を契約へ追加することを球団に提案した。実際には二度目の交渉でも球団からの提示額は変わらなかったが、上記の提案が最高で1000万円相当のインセンティブ条項として球団へ受け入れられた末に、推定年俸2100万円という条件で契約を公開した。 身長 178cm、体重 96kg という、福岡の体格で、打者がスイングのタイミングを取りづらいオーバースローの、投球フォームから、最速時速 152km のストレートを主体に、スライダーカットボールチェンジアップなどの変化球を巧みに、投げ分ける、本格派投手。高校時代から投球の安定感とコントロールへの評価が高く、大学時代には、 東京六大学野球のリーグ戦で1試合平均の良し支給率を1.99にとどめていた。オリックスでチームメイトだった小屋の栄一は、投球に対したスピードはないのに、投げる寸前まで球種がわからないので、打者が先に反応してしまうという意味で、沢田の投球術を後出しじゃんけんと表現している。高校時代には、藤波が伸び悩んでいた2年生の夏頃まで、 監督の西谷から藤波を上回る評価と信頼を獲得。藤波が何話のダルビッシュと呼ばれるまでに成長してからも、高校球界では最強の二番手投手という異名で知られていた。前述した投球フォームは、打者との間合いを意識しながら打ち気をそらすことを西谷に教え込まれたことから編み出されたという。大阪東院高校時代には3年生の時に、 公式野球部の副首相を務めた。在学中には校内での人気が高く、西谷からも沢ちゃんと呼ばれるほどであったという。ありがとうございます。